泡の中身誰に紹介してもらいましょうかね。ね、いっぱいいるんだけど。まあそうですよね。そう、なんかめったに出てこない人とか、うんうんうん、ああでも絶対絶対そこがいいですね。ね、はい、あのね、私ずっとちょっと見たい人がいて、気になる推しの人なんですけど、うんうん、プレス、スライドプレスのタネマリさん、うんうん、出た。あ、見たい、私も見たいです。ご存知です、ございますとも、ね、いつもおしゃれだし、はい、うん、なんか持ってるものがすごい変わってるものが多いイメージ。うんうんうん、うん、確かに、まあ、なんかハイセンスな方ですよね、うん、だってもう、うん、おしゃれなキャリアウーマン、うん、あ、いい、なんかキャリアウーマンのカバンの中身いいですね。ね、じゃあ来ました、タネマリさん、ちょっとオファーしてみましょう。で、お願いします。了解です、お願いします。はい、はい、それではマミさん推しのタネマリさんに来ていただきました。スローバイスライの PR 担当してます種岡と申します。よろしくお願いします。お願いします。出てくれた、ね、偉い人ですよ。偉い人、超忙しい本当に。ちょっと皆さん楽しみに。早速それではバッグの中身を見せていただきたいと思います。お願いします。早速ちょっと気になるバッグからお伺いしたいんですけど、はい、2つですね。2つですね。結構大荷物ですね。結構大荷物ですね。今日パソコン持ってるんで大きいバッグと、うんうん、普段使いしてるこっちのちっちゃいバッグの2種類になります。まあ、今日は本当働くこのキャリアウーマンのってことなので、はい、なんかいろいろちょっと見せていただきたいんですけど。知りたい。こっちがドメスティックの日本のブランドでマロウっていうブランドのバッグになってます。僕結構前に購入して、このなんかスクエアっぽい形がすごく好きで、結構普段使いよくしてるので、ちょっとよりだと結構年季が入ってるかもしれないんですけど、この国産車にも使われてるシートベルトが持ち手になってるので、すごい強度が良くて頑丈なので、割と普段使いしてもここはだいぶね、すごい。わー、でも愛用度が伝わりますね。はい、とあとはパソコンが入る大容量サイズのバッグで、コミューンで買った、LA の女性のアーティストさんのバッグになってます。かわいい。かわいいですよね。犬とサボテンとシンプソン、そう、ゆるい感じが好きでかわいいな。すごいこう、なんかやっぱ天才的なセンスですよね。ですよね。これ書こうと思って書けないですよね。もう書けないです。すごい。そしたら中身、はい、はい、はい、まず財布。はい、お財布気になる。財布、お財布、それはどちらのですか。ギャルソンのものです。シンプルで使いやすいですね。で、あとはポーチ。ポーチ、ポーチは中身もすごい気になるんですけど、ね、これ今いっちゃいますか。いっちゃいましょうか。はい、いっちゃいましょうか。でもそんな入ってない目薬、はいはいはい、コンシーラー。目薬、コンシーラー。なんかファンデーションはそんなに持ち歩かないんで、あ、コンシーラーでポイントで直したりすることが多くて、はいはいはい、あとイプサのずっと愛用してる眉描くやつ、アイブロウのやつと、あと最近なんだっけ、ハリウッドブローなんちゃらみたいなやつをやったので、はいはいはい、ブラシが欠かせなくて、あー、うん、なるほど。あー、ありました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 。普通のブラシ、はい、と、あとはリップですかね。そんなにマスクになってからリップは塗らないんですけど、ね、一応2個持ち歩いてます。ナーズさんのやつと、うん、なんかあのケイトの落ちないやつ。え、あれリップモンスターですか。そう、え、それですか。そう、なかったんだけど、この色だけあって試してみたらすごい良くて、なんかつかないっていうからすごいマットなのかなと思ったんですけど、結構ちゃんとツヤもあったのでいいなと思って。え、それ普通にあったんですか。普通にありました。えー、すごい。でもそんな感じかな。あと大したもん入ってない。筆と、これはハイライト用のやつ、ちっちゃいやつ入ってるぐらいですかね。ありがとうございます、はいはい、はい、通常持ち歩くのはこれぐらいですかね。うんうん、はい、鍵、鍵も、鍵と、はい、鍵はこの、でもこれがお気に入りです。え、それは何ですか。そのこれハキツレイジって人のアーティストのキーホルダーで、ヒカリエでポップアップやってた時に行って、ちょっと可愛いと思って、あんまこういうの買わないんですけど買ってつけてました。なんかこのちょっとね、カバンの中であのちょっと浮いてる感じになってますよね。しますよね。だからこういうところとかにズルズル何かが、ね、分かります。こうね、おしゃれですよね、エッジが効いてるというか。でもね、なんか私こうカバンの中身が出てくるのが、なんかコスメも色揃えてるのかなとか思っちゃうぐらい、そっか、なんかさっきから置いてあるのが可愛いなと思って。
書いてます。黒がやっぱ多いですね。多いですよね、はい、だって私目薬も今おしゃれに見えてます。うそ気のせい気のせい気のせいですね。最近ラガーのプレスのゴヤちゃんからもらったダムダムの化粧水、これすっごい爽やかな匂いでシュッてするだけでいいですけど、これ便利だなと思います。あ、じゃあ水沢さんほら、はい、シュッシュ系、いや本当シュッシュ系今もおすすめです。でもやっぱシュッシュ系使ってる人多いですね。多いですよ、乾燥しちゃう。サイズ良くないですか、うん、思いました。それに入ってるんだと思って。そうです。あとこれも、これはヘアメイクの宮本さんっていう方がおすすめしてたリップで、めちゃめちゃ保湿力が高くて、これはその宮本さんのインスタで見て可愛い、あ、可愛いじゃないいいなと思って、うん、逆にラガのゴヤちゃんにプレゼントして、ゴヤちゃんがすごい良かったよって言うから、じゃあ私も買おうと思って買ったアイテムです。その輪に入ったらなんかいいものたくさん出会えそうですよね。でも結構周りからの情報多い。絶対そうですよね。そうですね、ちょっと要チェックですね、皆さん。これはえまだ入ってるんですね。入ってます。結構ちっちゃいバッグに。そう、結構私つけない派なんです一切つけなくて。これは社用携帯、ヘアゴムが、働く、ザ働くものですね、うん、あとは欠かせないマウスピースケース。マウスピースケース矯正してるから、矯正してて終わって、その矯正が動かないようにするためのやつで、はいはいはい、外出するときにその取らなきゃいけないから、ね、すごく大変なんですよ。何回かねなくしてますから。そうなんですよ。え、何をなくしたんですか。マウスピースを取って、マウスピースごとごと、ケースを忘れちゃうことが多くて、そうなんですよ、カフェで。あ、そういうこと。取って、あのよくあるじゃないですか、ナプキンみたいなところに置いといたら店員さんが捨てたパターンとか知らずに、あ、やばい置いてきたって思って店員さんにゴミ箱漁ってもらうみたいな。それはもう絶対必須ですよね、ケース。そうなんです。だからケース本当は携帯につけたいぐらいでわかる。確かに。でも多いですね、こう食事の前にやっぱ今気にされてる、ケアされてる方も多いから。そういうところで言うと、ウェットティッシュとハンカチは持ち歩いてます。さすがですね。はい、それではその気になるちょっと大きな方の、大きな方のお金をお願いします。はい、じゃあ開けて、開けていきます。出していきます。そこですね。おお、これも、でもこれはアマゾンで買ったやつです。なんかちゃんと、え、あ、やっぱそっかそっか、プラスチックですよね。そうなんですよ、素材、インスタの素材とか作るんで。ああ、そういうことですね。あとこういう中にいろいろ入るんで、名刺入れ、おしゃれよ。名刺入れはどちらですか。名刺入れは友達に作ってもらいました。そう、もういいな沖縄のそうなんですけど、おしゃれ、はい、なんかシンプルでいいですよね、うん。特に何も入ってない。これがブランド名かな、ちょっと私分かってないけど。そうなんですよ、なんかシンプルなやつが欲しいなと思ったら、たまたま作ってるよっていうから、なんかいろいろ作ってるみたいで、財布も作ってるし、ベルトも作ってるし、あのリング入れるなんとかケースみたいな、ああ、アクセサリーか、リッチリング飾るやつとか。あ、そうらしいです。これかな、パソコンで使うもの、充電器、そう、アンカーっていうところのやつが好きで、これでもエアポッツ、これがその充電が2倍でできるやつ、2倍速できるやつで、ここ穴が2つあるので重宝してます。え、そのアンカーってところが、がなんかそういうの、そう、こういうなんかガジェット系多くて、これはそのタイプなんていうの、はい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 、USB 系のやつがさせなくなっちゃって Mac 変えたら、なんでこれを購入しました。プレスの方はそこをもう使ってる方が多いですか。あ、でも多いかもですね、もしかしたら。私も充電しそうですよね、うん、割となんかそれも Amazon で探してたら出てきただけなんだけど、すごいいいなと思って、 Amazon チョイスみたいなのがあったから間違いないかなと思って買っただけです。携帯とかも全部早くできるんですか。あ、そう、チャージできるはず。これめっちゃいいですよね、欲しい、おすすめ。しかもそんなに高くなさったはずですよ。そうなんですか。あと漏れ防止で一応ブロックに入れてるんですけど、はい、タンブラー、あー、これも黒だね、中身は左右です。あ、なんかもうすごい丁寧な、だってなんかジップロックに、あ、入れてる。いや、丁寧じゃないんですよ、ちょっと漏れたことが一回あって、あ、やばいってなって、ただ入れるだけで。確かにパソコンと一緒に入れてますから、ね、そうなんですよ、ね、左右なんですね。なんかそのタンブラーにコーヒーとか入れちゃうと、あの匂いとかが、その洗うのがただ面倒くさいだけなんですけど、左右が好きなんで、冬場は寒い。あれですね、前回カバンの中身チェックした時も、それで皆さんタンブラー持ってました、で温活してるって言ってたんで、やっぱね、この
ちゃい方のカバンには入れてないようなものを今日持ち歩いてたんで、おすすめ。これはでもスーパーとか行くときにエコバッグ、これは去年スライとカメラマンのトキさんっていう方とコラボしたエコバッグと、あとその結構やっぱ年を重ねていくたびに美容にも目覚めて、ちょっとなんか怪しい感じ、これすごいおすすめなんです。何ですかそれは。キンちゃん元気っ子っていうやつで、スライのデザイナーのヨーガイさんっていう方がおすすめしてくれて、私ちょっと便秘気味なのでやっぱ体調っていうかその健康ってやっぱ腸からっていうじゃないですか。これをなんかお味噌汁とかなんか食べるものに混ぜて食べるとすごい腸内環境が良くなる。へえ、それはじゃあお昼行った時とかに そうです、ね、食事に入れたりちょっとかけたりとか、なんかいろんな種類があって食べやすいものもあります。なんか野菜だけのやつと、これはいりこが入ってるやつで、ちょっと魚っぽい若干匂いはするんですけど、苦手な方はそうじゃないものもあったりするし、おすすめです。あとそのなんかキャンディー、そう、グミ。これは CBD オイルが配合されてるもので、ちゃんと国産のものなので、そういう法に触れるとかは絶対ないんですけど、なんか集中力高めたい時とかにカフェインとかも入ってるんで、会議前とか1粒2粒食べると集中力高まると思います。全然違う。やっぱり全然って言われたらどうなんだろうって感じなんですけど、冴える気はします。味は薬っぽいんですか？今日思うじゃないですか、はい、これオレンジ味のやつで、他にもいろんな味があって、ヘルシー東京っていうところのやつなんですけど、なんかその夜寝る前に取るやつとかもあるし、私はその集中力っていうところでいいなと思ったのでオレンジ味で、そんな嫌な味しなくてちゃんとオレンジで、若干苦味があるぐらいですかね。すごい、なんかさっきからこういろんな方のネットワークからの、そうなんですよ、自分のものがあんまりないっていう。いやいや、なんかそれ本当にすごい説得力だなと思う。周りのみんながすごいやっぱ情報をいっぱい持ってる。いや、コミュニティですね、確実に。聞いてる感じ。そうですね。あとはそのお薬、これはフルーツっぽい味がするやつで、これもその腸内環境を整えるやつ。腸活のプロです。腸活なんですよ、プロじゃない。もっとちゃんとあれしたいんですけど、これは水に溶かして飲むだけ。でもそういうのちょっとずつ日々やることが大事なんでしょうね、本当は。ですよね、きっとそうだと思います。期間限定でやるよりも、そう、ちょっと大切にしていこうかなと思ってます。あとは他の方も多分紹介してたんですけど、あのアホ毛防止のやつ。アホ毛防止の、あ、このやつです。あ、すごい。でもなんかフォームがだけのやつ、あのワイドですね。ですよね、うん、結構でも匂いもね、いい匂いする。でもなんか全然アホ毛にならなそうですけど。なるんですよ。そうなんですね。なんか綺麗にツルンってされてる。なってるよ、なってるよ、なってるよ。アホ毛直ししてもらっていいですかね。なってますよ。私毎回アホ毛立ってるんだもん。確かに。いい匂い。でもすごいキューティクルがちゃんとツルツルですね。ありがとうございます。治りましたでしょうか。ありがとうございます。治りました、本当に。治った、治った。すごい。あ、しかもやっぱこれ系本当に別ベタベタしないんですよね。あ、確かにしないかもです。あとは食べ物系でいうとその飴と、これはちょっとジャケ買いしちゃったやつなんですけど、友達にあげようと思って。なんだっけ、キャンディーなんですよね、スースーするやつだから、なんか花粉症の友達とかにいいかなと思ってちょっと買っちゃいました。なんかさっきから聞いてると、こういいものを見つけたら誰かにシェアしようっていう、あの力が強くないですか。だってそれもこうあげようって。これはもうあげよう、自分じゃ食べないからあげよう。でも可愛いから食べ終わったら缶ちょうだいって言って中身だけあげる、中身だけあげる。そういうあげようとかこうもらったりとかすることがこうあれかな、おばさん精神かな。聞いてるけどシェアがすごいなと思って。そうですね、そうかもしれないです。あとはクリーム、ね、これアルコール配合なんで今のコロナ時期に。アルコールが入ってるんですね。そうです。香りはどうなんですか。香りそんなくどくないの。吸ってみます。吸ってみていいですか。あ、でもなんかジェルっぽい感じですか。そうそうそう、あのハンドクリームっていうかやっぱあれなのかな。アルコールに近いけど、あ、ちょっとしっとりです。なんか結構ちゃんと膜は張る感じです。まあ、しかも、はい、全然。なんならいい匂いです。いい匂いですよね、また。おしゃれ、なんか除
もらったやつです、はい、あとは入ってるんですか？なんかもう1個だけ。すごいめっちゃ入ってる。入ってるね。どうしよう、細かくポーチがいっぱい出てきます、ね、いろんな巾着が。これはもうアクセサリーケース。楽しい。なんか可愛い。あー、いいな。そのこのケースの感じいいですね。いいですよね。あのアクセってやっぱジップロックだけとかに入れちゃうと潰れたりするの嫌だなと思って、マルチケースのこういうのに入れてます。なんかめっちゃ楽しいんですけど、ね、嬉しいです。珍しいものがたくさん出てくる。ネックレスとかはやっぱその頻度も気分によって、家出た時はこれでいいやと思っても足りないなと思うことがあったりするので結構入ってます。すごいパッチ。なんかイヤカフは結構あって、スローバイスライムコラボしてるんですけど、ノウハウジュエリーさんのアイテムがすごく多くて、この辺そうなんですけど全部イヤカフなんだけど、これとかは指輪でもいけるんですよ。リングっぽいなって。そう、どっちでもいけるやつ。かわいい。手が震える。なんかピアスだけだと足りない時とか、今日もやってるんですけど、はい、2つ付けとかいろいろ付けれるのでおすすめでございます。あとはこのキャリアリングっていうところのやつと、これもノウハウですね。これもなんか付け方がいろいろ楽しめるやつで、これはどうやって付けるの？ここで開くので長さ調節できるんですよね。だからチョーカーっぽくして後ろにこう伸びたやつを垂らしてチョーカーにもできるし、前にこう長くもいけるしっていう、メニーウェイって言ったらいいんですかね。そうやって長さ調節でして表情変えられるのがここのブランドの特徴かなと思ってます。なるほど。でもやっぱアクセ皆さん持ち歩かれてますね。そうなんですね。やっぱりマストで入ってますね。アパレルならではでしょうね。アクセサリー持ち歩くし、ね、だって朝も決めていきますもんね。確かに、だいたいそうですよね、うん、気分変わっちゃうんですよね。みんなそうなんですね。あとはこれはなんかリフレッシュスプレーで、これもノウハウさんが出してたやつで、マスクにシュッてやるとすごい爽やかな。マスク取ってやった方がいいと思うんですけど。匂います？匂い。これはオイル取ってどこにしたらいいんですか？マスクにシュッて。マスクにシュッてしたら。あった。あ、ほんと、なんか、これヒノキみたいな感じですか？なんかこう、ウッド系の。そう、ウッド系好きなんですよ。あー、すごい。ちょっと爽やかな匂い。自然系です。めっちゃ好き。いい匂いしますよね。そう。すっきりしますね。すっきりしますよね。わー、いいな。ちょっと、お昼ご飯食べたら眠たくなった。あ、そうパッてしたら、ね、デスクワークでちょっとね、デスクワーク私も本当にすっきりする匂い。すっきりします。ほんとすごいいい匂い。なんかでかいの持ち歩くの荷物なんで、こういう試供品のやつ、あちっちゃいやつ、あーでもこれ便利ですよ、ね、の方が便利だなと思って、これも一応ハンドクリーム。そうです。いいなぁ。スティック全部なんかいろいろくれるんですよ。あとこれ保湿クリーム。これはドソンっていう、多分一番なんかここに今匂いが出ます。いい匂いだから。でもこれでも爽やか系ですよね。そう、結構定番のこう、ね、いい香りのこんな感じですね。香りですね。あとは私すっごい車酔いするんで、あと頭痛持ちなんで普通に薬と、あと歯間ブラシはマウスピースやってるからマストで持ち歩いてるもの。なんか私すごい思ったのが、やっぱそのお仕事柄なのか、気が利くカバンの中身というか。本当ですか？なんか自分のためじゃなくて、あ、持ってるよ、持ってるよって。それはあるかもしれない。あるかも。ですよね。うん、いや、すごい。割と何でも持ってるかも。あと、デスクとかでお菓子とかもめちゃめちゃ持ってるから、あげるあげるみたいな、そういう精神があるのかもしれない。私その精神を感じていました。本当ですか？恥ずかしい。いや、さすがですね。できないお仕事でもあると思うんで。なるほど。じゃあいい意味で。いや本当に、はい、私もそういう人に物を借りないように心がけます。そういう女子いるじゃないですか。持ってこねえやつ。でも分かる。借りちゃいますよね。ちょっといいみたいな。ちょっといいだって本当に人にストレス与える
ますよね。はい、もう盛りだくさんの中身でしたが、やっぱりもう持ち物もハイセンスな感じで、やっぱり、おしゃれでしたね。本当にできる女のできる女ですね。はい、大丈夫でしょうか。はい、それではタネバレさん、今回はありがとうございました。